北町のソムリエ、This is ソムリエ福士です。今日はですね、見てください。ニコラ・ポテル、サビニー・レポール2006、ブランですね。白ワインになってます。僕、ニコラ・ポテルがすごい好きでして、ニコラ・ポテルってね、ブルゴーニュワイン好きな人は知ってるかなと思うんですけど、サビニーだったりとか、それこそムルソーとかね、比較的ボーヌ地域のワインっていうのをメインにいろんな畑を持って作ってたけど、で、今も実はやってまして、2007年までこのニコラ・ポテルブランドっていうので、ニコラ・ポテル本人がやってたんですけど、それ以降はですね、ロシュド・ベレーヌっていうね、ネゴシアンもあるし、ドメーヌものもあるんですけども、そこで活躍してると。で、今も実はニコラ・ポテルっていうワインあるんですけど、2007年以降はニコラ・ポテル本人ではなくて、別の会社が運営してるっていう流れになります。で、そのニコラ・ポテルがね、この2007年まで、それ以前の古酒っていうのもたまによく出てくるんですけども、いわゆる並行ワインで、蔵出しではないんですけど、この状態も含めてちょっと飲んでみたいなと。店頭には出してないんですけど、あと2本あります。ぜひ興味ある方はね、飲んでいただければ。白ワインの熟成っていうのもなかなかね、手に入らないですし、サビニーの白。以前、去年はシモンビーズさんのプレミアクールとか飲んでますけど、僕すごい好きなんで、状態も良ければ非常にいいかなと。あ、この色合いはね、非常に素晴らしい色合いですね。濃いですね。前回飲んだシモンビーズさんのプリメクリオーベルジュレス並みに結構色合いは濃いです。で、度数は13なんですけど、若干透明がかった色合いにちょっと黄土色だったりとか、ほんのり熟成の色合いっていうのが感じれますね。ほんのりオレンジの色合いっていうのがあります。で、香りもやっぱ熟成と、ほんのりやっぱシャルドネの中で甘みの、すごい土壌由来のキンメリジャンのニュアンスとかミネラルっぽいニュアンスもあるんですけど、その中にほんのりウォッシュチーズとかね、湿ったニュアンスが熟成っぽい香りで出てますね。で、ソワリングするとすごいフレッシュな酸っていうのも出てきます。あ、これはね、めちゃくちゃ状態いいですよ。で、もちろん15年熟成してるんで、このシャルドネ由来の熟成のニュアンスでも非常にあるんですけど、全然ちょびっとシェリーっぽいニュアンスあるんですけど、まだ全然酸もしっかりしてるし、まだまだ熟成にも耐えられるかなという感じで、割と熟成ワイン好きの人にはすごいかな。で、さっきウォッシュワイン、ウォッシュチーズの匂い、香りとか言ってましたけど、そういった比較的ウォッシュチーズとかも合いやすいと思いますし、そのままやってパンでね、少量を食べて合わせるとか、あとそれこそクリームチーズとかにも合うと思います。クリーム系のソースの料理にも非常に合うかなと思いますので、あと2本あるんで、小岩の田中さん、状態良かったんで、もしよかったら買ってください。乾杯。